皆さん、こんにちは。登録実務講習から始まる宅検誌への道ということで、えー、お話ですね、えー、20分から30分程度させていただきます。担当しますのは、レック専任講師水野と申します。どうぞ、よろしくお願いします。まずは皆さんですね、宅検試験、合格おめでとうございます。いや,いや、なかなかね、大変な試験ですね。本当にね、36点。あのー、やってて、今年難しいなーって思ったんですよ。 で、難しいから、これ、去年、まあ、点数下がるんだよなぁ、やっぱな、と思ってたんですよ。そしたらね、あの、回答速報会の時にデータ見たらね、えー、こんな高いのみんな、っていうね。いや、もうレベルまた上がりましたね、えー。というもう感じがありました。で、今まで、初めてね、あの、36点って2001年だか2年だかそこら辺だと思うんですけど、あの、初めて35点を超えた時って、 やっぱやりやすかったもんな、今年全部なんか過去問の本当にちょろっと変えてるだけでっていうのとか、あと38の年、あの2020年ちょっと改正があったね。で、あの改正がやっぱりできていれば、あと問題、他県議法も法律上制限も、だからあんまりなんか難しいのなくて、あ、これも点数上がるなっていう、あ、これ5を超えたなっていう年って、あの優しくはないんですよ。あの優しい、他県試験、やっぱ十何パーの試験だから優しくはないんで。だけど、やりやすいなって感じるのが多かったんですよ。 ところがね、やりやすくないのに、でも36なんだという。いや、本当に難関をね、くぐり抜けてみさん、本当おめでとうございます。というか、合格された方は、あの、これ、ちょっと気早いですよ。え、ね、この、今からの動画は、合格してる人の向きなんです。まあ、あのじ、ね、絶対合格するから、まあ、事前に聞いとこったら、まあ、よかったら聞いてください。で、今日のは何のテーマか,かったら、登録実務講習。こちらでございますね。さあ、これを受けるか受けないか。要は、 取引支障というのをもらうかもらわないかっていうのでやっぱ変わると思うんですね。で、まず、宅研試験合格して、この難関を受かったんですよ。なんか、解放写真付きのこれ欲しくないですかだったらこれです。ね、あのこれあの、受ける受けないっていう、やっぱりあるんですよ。で、あの、合格っていうだけで一生有効だから、も、ま、う、あ、やろうと思えばね、この2年間の実務経験積んでからもらおうもよし。 まあでも不動産会社入るんだったら、やるんだったら登録実務で持って入った方がいいですけどね。まあどちらにしろ全然業務やるつもりないんだったら、宅建合格して合格証書もらって、それも立派な使い方なんでね。宅建受かって新しい資格目指してやるっていうのも、これも本当に宅建の有意義な使い方なんで、素晴らしいと思います。でも、せっかく取ったんだから、とか、あと、まあ実務経験ないけど、もう実務にもう不動産仕事してますとか、これからしようっていうんだったら、 あの、入った会社によってはね、お金出してくれるとこもあるんですけど、くれない会社もあります。これね、切羽詰まってるかどうかです。取引士の。取引士足んないとこあったら、いや、うちが出すからもうよ、ぜひ来てよ、全部金出すからって言ってくれるし、まあ、余裕があればあ、あの、登録は会社は出さないけど、まあ、一応手当は出すからね、みたいなね。そういうところもあれば。うん、手当も出さない。で持ってるのが当然ですよね。みたいなね。 すっげえ強気みたいな、そういう会社もいろいろあるんですよ。だから、まあ、どちらにしろ、この、やっぱり希望の会社に入りたいね面接で有利に進めたいって言ったら、やっぱ持ってた方がいい。ね。これは間違いないです。じゃあ、この登録実務講習っていうのは、一体どんなことをやるのかっていうね、そういったお話をこれからさせていただきます。はい。で、まず皆さんのこれからの行く末なんですが、申し込み案内にもありますが、あの、まず登録実務講習を受けようっていうと、あの、自宅学習で通信講座が来ます。 で、これをちゃんと見て、問題をやって、それでスクーリングという、これ2日間ですけど、えー、全部で12時間、そして終了式1時間をやるとう、うん。だから通信講座で自宅学習をするという、そこんところよろしくねっていうところなんですよ。へ難しいんですかそれと、うん。難しくはないです。 うん、難しくはないけども、その DVD をなんか、あの、年末酒毎日、まあのように飲んで、あの、年末年始で、その、なんか怠惰になった体で見て、つけちゃねえ、つけちゃねえ,ゃねえ,ゃねえってならないかどうか。あと、すごい人だと、スクーリングに来た時に、送られたまま、生まれたままの姿ってベリって剥がす人がいいんですよ。うん。 もう見なかったことにします。だってやってないんだから、これ。えー、うん、でもなんか乗り切ってるかないや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 、だそういうこと言っちゃいけないんだよ。やってきてくださいね。うん、だから、まあ DVD 完備して、えー、あの問題きっちりやって、で、挑むわけですよ、スクーリングに。で、二日間、うーん、頑張ってください。で、私なるべく、その実務に即して面白いネタ。あの、卓研の勉強とは全然違いますよ。あの、そこがね、登録実務講習なんですよ。あの、登録実務講習って、やっぱ実務経験がないと講師になれない。ね。7年間、 で取引士とやってるかとか、あと弁護士さんとか、司法書士さんとか、鑑定士さんとか、そういう方がやるんですけど、あの、国土交通大臣、やりましたね、お勉強で。 あの、認定されましたっていうね。そういったのが講師あるんで、一応実務の話をします。で、その実務の話を聞いて、あとね、このワークブックっていうのがあるんですけど、これでね、あの、例えば、あの、法令上の制限のチェックの、いわゆる物件調査の仕方とか、あとは、えー、そうですね、こういうね、えー、売買契約書とか、登記事項証明書を見ながら、土地建物のね、この物件の表示。 あの、講習でやるんですよ、やり方は、ね。そういうのを埋めていくとか、というような内容が、スクーリングの内容になります。あなるほど。じゃあ、お仕事をやるにあたっての、お,お勉強するのね、というところを、まあ、見といていただければと思います。で、あと、あの、こちら、まあ、スケジュールがどうなってるかとかいうのは、すいません、これ私じゃなくて、あの、レックに問い合わせて聞いてくださいよ。で、あの、これから登録実務講習、じゃ私は何をね、まあ皆さんにやるか言ったら、まずね、 その卓球師になって、やっぱりいいこと。うん、卓球師もらえる。ですよね。で、何がいいかったら、見せれる。受かったんだよ、俺。私。すっげえ。今難しいんだよね。証ですよ。うん。合格証書,書どうです持ち歩きます俺卓球受かったんだよ。ほんとかつって。ほらーって。症状持ってた。いや、すごいけど、すごいけど、持ち歩くんですから、あなた普段からって。なーんか、 いや、受かったのはね、さ、すごいんだけど、なんか持ち歩くかいカバンの中に入れて合格証書をカードだったら、おいおいや、持ってんだよ。パッと。全然なんか普通じゃないですか。財布とかからなんか出したら。合格証書持ち歩くって、ちょっとどうなのいくら受かってば、ええええ、自慢ですかみたいになるから、ええ、持ってた方がいいんですよ。やっぱほら、受けたくなってきましたね。で、あと、この登録実務講習で、あと、な、どんなことをやるかで、まずテキスト。はい。 この資料集とともにね、やるんですけど、あの、まず、テキストどんな内容かなーっていうのをね、ま、あ見ていただくと、うあなんかつまんなそうだなー。いや、つまんなくないですよ。面白いですよ。で、調査のやり、調査の、物件調査のやり方とか、まあ、そういうのをお勉強していくんですよ。地盤と、住居表示って何が違うとかって。ちょっと言ってても何かわかんないですよね。そうなんです。卓建試験で違うところの話。 やっていくんです。で、逆に、この登録実務講習は、2年間の実務経験があれば、やる必要がない。それはなぜなら、2年間実務経験やってれば、知ってるでしょと。でね、これね、賃貸しかやってなかったら、売買のこと分かんないから、あの、それなりにためになります。だから結構ね、その、この登録実務講習って、すごいんですよ。何がすごいかって言ったら、いやー、俺実はね、不動産業者で、ずっと8年やってたんですけど、実務経験ないことになってたんですっていうね。 そういう方いらっしゃるんですよ。なんでかわかりますうん。あの、従業証明に入れてない。従業証明もらってない。で、なんでもらってねえかっ言ったら取引が足んないから。足んないから全然もう入れないで、要は実務経験入られないでっていう人って、毎年いらっしゃるんですよ。8年やってんのに0年ってことになってたっていう、なんか。いやでもよくいるから、そういう人いっぱいってね。慰めますけど。いやそういうもんなんですよね。だから、何年もやってたらね、面白くないんだけど、結構知らないこととかあると思いますよ。 で毎年言っていただけます。うん、なので、あのー、実は実務経験ある、で、だけど受けるっていう方もいるぐらいだから、どうですやって、そんないと思いますよ。こういう講習受けて、うん、っていう話ですね。で、あと、ごめんなさい。あの、このね、登録実務講習のパンフレットの中に出てるんですが、まあ見てやってくださいよ。あの、まず2年未満の方は合格した後に、その、合格証で登録、 できるんですね。で、その登録をするのに、その実務講習っていうのを受けないと、これ大臣の講習、大臣の認定した講習ってやつですが、それを受けて2年間の実務経験あったってならないと、登録できない。だからそのためにこの講習はあるんです。うん、だから改めてもう一回言いますけど、取引証をもらうためには、この講習、2年間の実務経験があればいいんだけど、その実務経験が仕事やってたけど取引士が足んないから実務経験、 従業者としてカウントされてなかった。だから受けなきゃいけないという、そういう方もいる。でもそういう方も来てなんか満足していただけるから多分いい講習なんですね。うん。っていうのを言いたかったんです。だから、合格だけでは卓球資料か業務はできない。で、ね、実務経験なくてもできるためにはこの講習が必要ですって言うんです。で、しつこいようですが、じゃあこの講習は、大丈夫合格できるのかなうん。あの、やっぱり 合格した方ってしっかり勉強する。それはなぜなら心配だからちゃんとやってた。だから、あの、合格した。うん、じゃあ登録実務講習で、試験があるって聞かれる、あるんですよ。終了試験が。で、あの、これ、またあちこちってごめんなさいね。丸抜式、各20問。それぞれ8割以上。8割びっくり。ええ、50点満点だったら40点ですよ。しかも丸抜だけじゃない。期日、ええ えぇ漢字かけないとまずいんですかと。ご安心ください。あのー、登録実務講習って、これね、よく言われるんですけど、あの、問題、この通信の問題やってるとできるよねって、まあ、そういう部分もあるんですけど、もっとすごいのが、あの、これ講習ね、テキストね。で、あのー、講習の中で、ここをガーッとチェックしてください。ガーッとって言います、私。ガーッと。ガーとっと、ガーッとチェックしてください。色は 何色がいいんですかとで。好きな色にしてください。ピンクでも赤でも緑でももうお好きにしちゃってください。ガーってやってください。うん。で、ガーっと言って、ここ、ガーって言ったところ、出るとは言いませんよ。だって、出、出るって答え言ってるのもんじゃないですか。出るとは言いませんよ。出る気がします。あ、はあ。でも、なんか何か所か言うじゃないですか。で、二日間で言われたことは、もうこう、眠気る。 こ,こんな感じでもうフラフラしながら受けてる、頑張ってる、把握しばっている方がいるわけですよ。そうすると、あれ覚えられなかったご安心ください。このテキスト、いいですかこれこ、ここしか書いてないんですけど、終了試験って、もうちょっと深く突っ込んでお話しすると、この終了試験は、なんと、持ち込み可能でございます持ち込み可能ってどういうことでしょう試験の時に持ち込みです。これも。 これも。これも。持ち込みってあの持ってるだけじゃないですよ。見ながらにです。見ながらにです。ということですよ。この丸抜券は、問題丸抜かは遠く。え持ってるテキストガーッと引いてある。それを見て、丸、それを見て、罰ができるんです。落ちたら人間じゃないですよね。うわ、逆になんかプレッシャーみたいなね。あのー、 でそういうことです。だから、あの、忙しいんです。1月は、2月は、3月は。年度末だし、ね、決算もあるし。だから、そんな中で言ったら、勉強時間がないとまずいんじゃないですかね。はい。お答えしましょう。全然、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 全然です。全然です。ただ来たら、2日間は頑張ってください。寝ないでください。あ、これね、あの、講師1人につき20人までって決められてるんですよ、この講習って。 で、一応私のクラスってあのサブ講師さん先生が来てね。で、あの、60とか80とか100とかね。まあそういう人数がいるんですが、なんでそんだけ講師の先生いるかったら、もちろん質問対応で答えられるようになんですけど、それ以上に寝てねえか見えます。うん。で、寝てたら、頑張ってくださいみたいなね。声かけして。で、あんまりなんか寝てるようだったらもうね、一人が寝てるとね、周りの人にもね、眠気って波及するんですよ。 だから、迷惑だから、そんな体調悪いんだったら、すいませんけど帰ってくださいの体で、帰っていただいたりすることもあるんですよ。だから、寝ないでください。大変なのはそれだけだ。うん、だから、もう一回言いますけど、丸×が出るんだけど、持ち込み方から見ながら。あ、でもさっきも言ったように、数字とか、なんか字を書いたり、漢字とか間違えるかもしんないじゃないですか。貸し担保理工法とか、そんなのもし出たら書けませんよ、貸しなんてってね。うん、大丈夫です。 このワークブックで、売買代金とか、手付金の額とか、引き渡しまで何ヶ月とか、うん、あと固定産税の生産の金額とか、このね、テキストの資料集っていうのに、まあ様々ね、状況が載ってんですよ。だから今回、売り主が、小野春彦さんで、買い主が佐藤さん。 売り主側の業者、買い主側の業者が仲介しました。で、その中で売り主の小野春彦さんというのが、昭和3七年3月7日生まれで中野に住んでいる会社員です。高齢になったから、秋田に行くから、戻るから、中野の物件残債返して全部売っ張れたい。で、買い主の情報佐藤検査、ね、買いましたと。いうことで、この売買の事例に則っ,ってやっていく、その事例の数字とかをワークブックで埋めていくっていう作業なんです。 契約書とか重説とかを作っていくんです。資料を見ながら。うん、その資料のどこを読めば、この重説契約書が作られるか、作っていけるかっていうのを講義でやりながらやるんですよ。っていうことはですよ。記述の問題っていうのは、何か、例えば、えそうですね、うん。物件変動について論じなさいとかえ、そういう、なんかこう、そういうんじゃないんですよ。 要は、資料を読み取って数字とか日付とかそういうのを入れていくという、そういう作業、ワークブックで2日間かけてやるんです。それと同じようなのが期日で穴埋めで出てくるというね。ということは、このワークブックで金額とか日付とかどこの資料のどこを読めばできるかというのを2日間聞いといていただければ、全然初めてでも実務経験なんて全く、 全く触れてませんと。卓球は受かったけど、全く触れてませんとって方でも、2日間聞いといていただいて、合格した皆さんができないわけがないという、そういう白物なんですよ、これ、ね。登録実務講習って。なので、まずあの、心配はいらない。えただ、スクーリング中は寝らないでください。それなりにちゃんと気合い入れてきてください。うん、で、あと、遅刻うるさいです。あの、遅刻したらもうダメだと思ってください。 あの、例えば、あの、30分遅れました、とか言って、あのー、あの、ちょっとならいいんですけど、30分、あの、以上遅れると、もう帰ってくださいになるんですよ。この、これって。で、あと、あのー、ま、最初の1回は見逃してあげるけど、二回目、1回目は警告だけど、2回目はもうアウトっていうね。だから、休み時間も、あの、携帯でね、会社とかお客さんと電話してて、戻ってきたの遅れたら、これ遅刻にカウントされるんですよ。 うん、やっぱりこのスクーリングの12時間のこの演習講義をちゃんと聞いてて、この通試験、終了試験終わって、初めて2年間の実務経験ということなので、あの遅刻とかそういうのが許されない。うん、なので、その体調を万全にするとかね、ちゃんと遅れないでくるとか、それなんか当たり前のことを当たり前にやっていただければ大丈夫なんで。 なんかあんまり舐めてるとね、これね、あの、なんか落ちちゃったりするんですよ。でも、ちゃんとしてくれていただければ、そんななんか事前学習をきっちり時間取って、ものすごい時間かけなきゃ、ね、いけませんかったら、あんなことはないので、はい。皆さんはね、せっかく合格したんですから、もらいましょうよ。なんか欲しいじゃないですか、カード的な。え、ね、お金かかりますよ。この講習の後もお金かかるんですよ。で、ちなみにこの講習受けた後に、登録する。 で、この登録すんのも、また税にかかるんですよ、うん。税にかかるんですよ。で、ちなみに税にかかるんですが、その登録するにあたって、えー、ないことの証明っていうね。うん、あの、ボケてませんの証明、うん。これを法務局ってとこで取ります。あとは身分証明書ってやつがいります。で、普通身分証明書って言ったら、なんか車の免許証とか、あの、パスポートとかでいいじゃないですか。違うんです。ほ本地の、本席地の所在地の役所で身分証明書って取るんです。 あ、これ、あの、あらかじめ言っときますね。あの、講習を受けるだけで、はいじゃないんです。その身分証明書とないことの証明っていうのを取って、で、登録なんです。結構大変ですね。うん。で、しかもお金かかるし。で、ちなみに、法定講習はいらないですね、皆さんね。あ、これね、ごめんなさい。いる人といらない人といるんですよ。あの、今年合格しましたって方だったら、はい、合格後、1年以内は知事の講習いらない。法定講習いりません。うん、でも、もし皆さんが今聞いてて、 ああ、俺も、やっぱり、私も登録しようかなってなった時に、あれ、いつが受かったの ?3 年前か。うん、法廷講習いるんですね。うん、知事の講習。またやるの、講習。また、また銭ですかってうん。で、しかも取引書をもらったに、また銭ですか完全に作取のシステムですかね、これね。うん、でも、まあ、国家試験でそういうもんですよ。うん、なんか、やっぱり、素晴らしいね。その、権限というか、 独占業務資格として与えられる。その時に書を出すにはやっぱり手数料はいただきますよってね、うん。で、それだけの価値あるものなので、まあのー、あせっかくこの難関試験合格したんだったら、もらいましょうよえ、ね、もらいましょうよで、そこで登録実務講習いろんなところありますよでもその中でも、はい。レック東京リーガルマインドのね、ちょっと噛んじゃいましたが、レック東京リーガルマインドのこの法廷じゃない。登録実務講習を選んでいただいて、ぜひ皆さんのね、 手助けをしたい。ということで、ぜひよろしくお願いします。ということでございます。はい。ま、あの、登録実務講習、あの、来るんだったら、ぜひね、あの、やっぱりあの、実務経験豊富な先生も多いですし、えなかなかあの、しっかりとね、ちゃんと運営されているので、ね、ぜ、え、ひ、ー、レックの登録実務講習をよろしくお願いします。以上でございます。とうこご清聴ありがとうございました。とにかく皆さんがね、あの、合格したんだったら、宅研師。宅研師をもらって、初めて宅研師って名乗れるんだから。 えー、だから、取引書をもらってください。以上でございます。それではご清聴どうもありがとうございました。